はいどうもファンネルです。アンチャーテッド黄金刀と消えた戦団やっていきたいと思います。前回なんだっけシャングリラへの道を開いてここまで来たんですが、ちょっとねバゲモンたちが、現れまして、なんとか脱出しましたと。まあ、脱出って言ってもね、シャングリラの多分奥地の方に今いるのかな。でちょっとラザラビッチ倒そうぜっていう感じで一致団結したので、向かっていきたいと思います。まあ、どこに向かうのかちょっと分かってないんだけどハンドガンも落ちてほしいな。待ってね、ハンドガンどっか落ちてないかな。あとグレネードも足りねえな。多分ラザラビッチ軍とそのバケモンがいる。最高だ。どっから、またバケモンのお出ましだ。来た。ここへ。おお、おお、奴らに近づくな。いで強っ。待ってね、リロードして。倒せないの。どうすればいいの。どうすればいいんだろう。撃ち続ける、重心が焼き付くまで。上にいるな。めっちゃあっちに飛んだな。でもあいつら近接攻撃しか多分できないんだよね。降りてきた。おパワー系だな。よいしょよいしょ。一回待ってエレナやった。ちょっと待って、痛い3発やられたら終わるね。多分ノー、まあノーマルっていうか今中級なんだ。何持ってんだこいつ。ハンマーやばおおおボムか。お前どういう技術だよそれ。嘘、弱っ急に弱っ。よし、確かにそうね、強力な武器。でもショットガンだと意外とラザラビッチはやれてた気がするんで。あ、もう弾がいっぱいになっちゃった。じゃあ進んでいこう。あの原住民が持ってる武器みたいなのないかね。まあでもナイフぐらいしかねえか。あ、待って、グレネード、グレネードも一応は効くんだろうな。あいつらかぶり物しなくなったらちょっと耐久力下がったんじゃない。なんだこれ、気味が悪いね。でこっち多分飛んで来れんのか。クロエとエレナはこれって思えねえけどな。これどこ行けばいい。よいしょ、こっちでいいのかい。来い、お前なら絶対飛べる。なんであっちか。行けるかい、先行っちゃうよ。よいしょ、またハンドガン落ちて、グレネード落ちて、よいしょ。みんなうわーうわーって言ってますね。おい、そこどんな調子だ。まだ行けないのか。ちょっと待ってね。さあ出てくるよ多分。まだ3発もらわなきゃいいってことね。2発ダメージもらって、このツタ、あ、これ爆発するやつだ。みんないいか、撃つぞ、下がってろ。一体何、嘘でしょ、あれは何なの。わからん。可燃性だ、あの松ヤニと同じだ。そうね、勘弁してよ、いきなりはひどいじゃない。そうね、言わなかったのは申し訳ないけど、私は一生懸命マイクを使って言ってたはずだけどね。エレナ、あっちとこっち来い、危ねえぞ、撃つぞ。よし、で拾う。これはやつらはいないかい。大丈夫そうで壁走り。どういうあれなんだこれ。あの松屋に便利だね。でこれは違うな、どっちに飛べばいいんだ。後ろだな、後ろ、ネイト後ろだよ。そう、よいしょ。で、あ、違う、リュンで、よっよっ、よし、ほいで、あれだな、あれ撃つと何が起きる。よし、バッチリだ、行こう。何が、何がバッチリなんだあ、ツタがなくなってここ通れるようになったってこと。
上からじゃないと撃てなかったの？こっから行けたんじゃね？私が気づかなかっただけといえばそうなのかもしれんが。で、上。おい、あれは見覚えがある。そうだ、あそこにチンターマニ石がある。じゃああそこを目指していくんだ。結構遠いぜ。これいいんだよね、降りて。絶対敵出るやつじゃん。あ、松屋にがある。すごく綺麗ね。はい、降りて、みんな。見事な街だったんだろうな。撃つよ。ごめんごめん。そうじゃないか。何があるんだこれ、撃ったとて。いろいろ撃てるとこがありそうですね。こことか、敵にもバレそうだけど、そことか。よし、なんで外すんだ。止まっている的だぞ私。 M4 が落ちてて、グレネードも、あ、いっぱいあるな。今 AK がマックスなんで、上行ってみますか。よいしょ。あれは撃った意味はないのか。じゃあ燃える可燃性のやつは。あそこに柱があるぞ。柱じゃない、ごめん、鎖。なんだ、重量か、重し。これはちょっと待ってね、回して。敵さんが来たぜ。敵さんが来た、何、敵さん来たの。こっちに気づいてないかも。どこにいるの。エレナ行ってないけど。確かも兵士だらけだ。ちょい待ち。え、兵士だらけ、ごめんね。どこの話、バグってないよね。いるかい。あ、来たわ。いたいた。でもこの位置だったら、あ、いるいるいる。どうしよう。ネイトどうする。あっちグレー届くかな。ちょっと厳しいか。いけるか。回線するよ。よっ。やれなかったな。よっ、強い。待ってね、あのガトリング野郎をやりたい。待って、どっから撃たれてる私。リロード。ガトリング野郎は、あ、何、こっちにもいた。しまった。待て待て待て、いい、まだ生きてる。よいしょ。こっち通しちゃダメだ。何、後ろから撃たれた。来たな。よし、ガトリング野郎どこ行った。徐々に近づいてきてんな。よいしょ、買って、こいつら買って。よしで、後ろ気をつけて。後ろ取られるのがすごい嫌だ。ここで待つか。待って、AK。何撃ったんだ今。こっちはでも来ないか、すぐは。こっちから来そうだな。ホールドはまだ早いよ。いた、ガトリング野郎。待ってよ、ハンドガンか。当たんねえな。グレネード投げるか。グレネードも無理だな、あいつんとこ。ちょっと待ってね。まあ、ガトリング野郎ちょっと今動き止まってるんで。おっと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 。おお、やってくれるね。よいしょ、照準される。ネイトが、ネイト照準される。おっと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 。よいしょ、リロード。なんだ、ガトリングが来たか。ガトリング野郎来たぜ、エレナ。よし、やったか。まだ、勝って。もう一回グレー投げますぽい。今度こそ
まだか。頭が外れない。こいつ何どんだけ勝てんの。ちょっと待ってね。やった、よいしょ。ちょっと待って、ガトリング取ったとでな。よし、一回体力回復。下来てる？いてどっから撃たれてんのよ。さあすいません、ここ苦戦しております。やっていきましょう。結構厳しいよこれで。グレっぽいして、グレっぽいして、もうやばい、やられる。よいしょ、やられるわけにはいかない。実はあの奥にあのロケラン兵が来るんで、そいつらが来たら、でもあっちで戻れないよね。ちゃんと処理していこう。でこっち側に人が来てる。これも倒したい。どっから撃ってんの。さて、いた。よし、来た。よし、でやれてないか、やったか。よし、さあロケラン兵そろそろ来てるんじゃない。よいしょ、よっ、グレネード。よし、あれがロケラン兵。よいしょ、待ってね。よいしょ、おーおーおー、やってくれる、倒したな。よし、で M4 ちょっと拾います。よし、でちょっと移動します。ガトリング兵が来るので、まだ来てないか。でグレネードを投げてくるアホがいるんで、まずやっちゃいましょう。よし、よし、いいぞ。あれ、ガトリング兵ここにいる。違うな、タクティカルアーマー。逃げろ、逃げろ。ちょ、危な、めっちゃやべえとこいる。待ってね、よっ、なんかバーンってなっちゃった。こいつなかなか。さあではあとガトリング兵ぐらいじゃないか。だいぶ片付けました。じゃあ銃を取ってきましょう。早く、危ない、キュイーンって音がしてたんで。あとどっかに銃ないかな。待ってね、ちょっと移動しますね。やばどっちから来ると思う。いるかな、いたわ。ちょっと逃げましょう。よいしょ、危ない、リロード。誘い込みましょう。多分あいつ倒せば終わるんじゃないかな。どこいる、めっちゃ撃ってる。下から撃ってるよね、どう考えても。いた、つお、エレナ頑張って。よし、やった。バケモン来た、バケモン来ましたよ。ガトリング拾いましょう。違う違う、ガトリング拾って。よし、よし、弱っ、なんだ、弱すぎじゃない。ガトリングが強すぎる。じゃあガンを拾って急に銃じゃなくてガンって言っちゃいましたけど、ショットガンか、ショットガンもいいね。あ、ドラゴンスナイパー RPG。 いや、とっても苦戦しました。実はもう3回ぐらい失敗してるんで、あのさっきのガトリング兵に最後爪が甘くて結構やられてしまって。まあでもいいでしょう、勝てたので。で進むべき道はどこだ。 OK、 71発あればまあまあまあいいでしょう。そっか、進むべき道は、ごめんなさいね、多分協力しないといけない道で、こっち、ここですね。で連打なんだけど、これ以上行かないんじゃない？だよね。なんか詰まってんだな。
重りがなくなってる。ああこれね、なんかがちょうど良さそうよ。私か、笑える。飛びつかないといけない。ちょっと待ってね、飛びつくにしてもこれちょっと下ろしてもらわねえと飛びつけないんだけど、誰か言ってくれないかね。これグッて、無理。待って、ちょっとネイト待って、エレナたち協力する気ねえんだけど。あ、協力してもらわんでもいいのか。よいしょ、オッケー。で右に行って、よいしょ、で私がぶら下がる。行くよ。お、いいおあつらい向きの挟まるやつがありますね。よし、壊れる。危な。ギリギリだったわ。ほんとで、ナイス。銃がまあ100発近くあれば、これなんかロープかなんか、おお、ドボーンっていきましたね。おお、危ね危ね、ごめん、マイクに触っちゃった。敵兵いますね。雷の音で私には気づかないか、もしかしたら。こっち見てんな、一人。割れたー、よいしょ。グレネードが機能するんだ、これ。ちょっと待ってね。よし、リロード。あとは上のやつ、上のやつなんとかしてくれ。よし、やったか。じゃあ回収しましょう。弾を回収。あ、あ、まだいる。リロードして、よっ、強い強い強い。なんでネイト逆だよ。違う違う、そっちだね。待て待て、離れろネイト。遊んでんじゃない。でこっち近づいてきてくれんならいいんだけど、どうだろう。来た。でグレ投げて、よし、なんか勝手な。よし、撤収すれば OK。 お願い射撃してましたけど、で欲しかったやつだ。ショットガンもう一個ぐらい落ちてんだろう。落ちてねえな。よいしょ、で、お、危な。ショットガンでちょっときつい感じじゃん。ネイト、こっち登れないの。よし、で一回登って、ちょっと待てよ。よいしょ、よいしょ、ヘッショ。スナイパーにヘッショするって気持ちいいよね。でこれにすっか。おっと待てよ、ハンドガンか、これは。ハンドガン、あ、違う、すごい、グレネードランチャーの弾がありました。危ない。なに、おーおーおー、よっよっよっ、いでしょ、ネイト危ない。回避ができない。リロードして、ちょっと待ってね、ドックンドックン。よいしょよいしょ、なんで当たんなかった。よいしょ、リロード、よっ。さすがにやったろ。あと5発、奥にいなけりゃこのまま進みましょう。いたわ、ちょっと待ってね、よっ、よし、いいよ。どんどんグレネードランチャー補充できて、登って、ドラゴンスナイパーはいらないね。スナイピングないよね。ここじゃねえな。ん？どこ行くんだ？上登れないよね。あら？下か？下でいいのか？よいしょ。やばそう。リロードして、そろそろまた化け物来るんじゃない？よっ、
一網打尽。みんなやった？やったね。これ多分動かす。動かすんだけど、敵がこれで終わりとも思えない。終わりか。さあカート使いますよ。あ、待って、押すの逆か。よいしょ。ゴー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 。それでいい。よし。助かったぜ、クロエ。行くぜ。え、クロエがやった今、違うよね。エレナが一緒に押してくれたんだと思うんだけど。さあ敵さん来るかな。アングルが変わりました。石落ちてきそうなんだけど。ここか。到着したのか。さあ中に入っていきましょう。待ってね、ここでグレネードランチャーは本当自殺行為なんだが、なんかやばい光、虹色じゃない？どうしよう。まあもしかしたらちょっと先進んで多分ムービー入りそうなんですけど、場合によっては一回区切りますね。伏せろ。これどっち？バケモンがいるぞ。バケモン倒した方がいいのかい？一撃。どうしよう。あのガトリング兵先に倒しますか。やつらはいいんだけど。よし、ガートリング兵はやれてないもんね。あと5発。とりあえずガートリング兵をやりたいんだが、ガートリング兵強っ。手を貸せ。どうした、ガートリングやったのかい私。よし、であとハンドガン。ハンドガンで何ができる、この距離よ。ドン。よし、勝手のいるな。これもグレネードに頼るか。よいしょ。よし、あ、やば、なんだ、すげえいい狙いのやつがいた。よし、近づかれたら終わるんだが。よし、あと5発無理。どうしようもねえ。エレナたちどこ行ったん？下で、お、すげえ戦ってる。じゃあ私こっちから行くわ。拾って拾ってしまって、よいしょ。これ松ヤニだな。待てよ。よっよっよっ。よし、お尻をドン。ガトリンがあるから拾って、どっから来る？ん？どっから声する？上来たわ。スリングショット持ってる？弱っ。あと100発。捨ててくか。RPG。あいつらのスリングショットって使えるわけねえよな。こいつらの筋力だから使えるとか、そういうパターンかもしれんからね。で、グレネード拾って。あと一発、OK。で、ハンドガンありませんかね、どっかに。ショットガンありすぎだろう。まあ、ミソは、あれだね。ガトリング兵の武器を、こう、奪うことだろうね、今のは。やべ、ハンドガンねえな。RPG で進んでいいもんかどうか、ちょっと怪しいね。じゃあ、もうちょい進みますね。大丈夫かこれ。上に行ってみよう。上かい？なんでこれこんな妖艶な光を放ってるんだろう。さあ上に参りますよ。上に行けば何があるのか。あ、そっか、ラザラビッチたちはもう来てるな多分。来い、急いだ方がいい。急いだところで、だいぶ上登るね。もうゴール近いんだろうな。ゴールっていうか最後のステージというかね。よし、もうそこだ。相当ヘトヘトになるぜ。おお、世界中みたい。あれだ、
ダマニ石ラザルビッチより先に見つけたわ。なんて綺麗。そうね、輝いてる。さあぶち砕いてさっさと帰りましょう。ああ待て、そんな物理的にいけんのかね。どういうこと。マルコポーロの勘違いだ。サファイアじゃない、琥珀だ。琥珀。琥珀。ああそう、松ヤニの化石だ。うん、木の樹脂だよ。まあそれでも歴史が深そうだけどね、この琥珀も。まさか。マジか。ちょっとネイト、どういうこと。どうか。なぜ気づかなかった。何よ。実際は石じゃなくて松ヤニだ。あの命の木の樹脂だ。待ってよ、わけわからないわ。この木違う、あの木だ。あの木。あいつがいる。ラザレビッチよ。木に向かってる。わかったぞ、あの黒い歯。歯って黒い歯だ。ボルネオの遺体やシャングリラの番人は松ヤニを食べたからあんな風に変わり果てた。ラザレビッチも食べると思うわけ。こっそり隠れて見てる。今後ろいたよね。ラボシャーロック。あら撃たれてる。さすがフリン。ひどい。あハリー、どうした相棒。ラザレビッチに先を越されてがっかりか。あと一歩のところで俺はここでお前とパーッとやろうと思ってな。何をだよ。多分ゾランの狙い通りの展開だ。見た目より頭いい。でもまだ止められる。エレナやめろ。あなたも助けられるわ。残念だが映画じゃないんだ。悪党を改心させて世界を救おうったって無駄だよ。現実にはありえない。フリン聞くんだお前。ラザレビッチクレネード。ピンはくれなかったかな。うわエレナ、これは距離的にはもう大変。エレナ破片がね。大丈夫だ、来い、助けてやる。ダメ、ラザレビッチを止めて、早く行って。何言ってるの、捕まって。どうすればいいんだろうね、これは。一人で平気よ、援護して。絶対に逃がすぞ。こっちだ。ラザレビッチよ。はい、というわけですいません、今回以上にしたいと思います。ちょっとやばいシーンなんですが、今回以上で、次回この続きからやってきますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。